皆様ごきげんよう。突然ですが私は貧乳である。いよいよ夏本番。貧乳が夏にすることといえばそう、10着約3500円の水着福袋。今年の第1回大会は大変ご好評いただきましてありがとうございました。最近では他の YouTuber さんもこの企画を真似してくれてとっても嬉しいです。さあ第2弾はいろんな意味で第1弾を超えるのかどうか。水着福袋ファッションショー始まり始まり。ということで2024年2回目の水着福袋大会。いやー毎回ねちょっと外れが多くて、外れというか当たりというか、いや外れ引かないと動画回らないから外れが当たりっていうことなのかな、ちょっともうややこしくてしょうがないんだけど、とにかく第2回目始めていきたいと思います。ということでどうぞ。エントリーナンバー1、ズッテン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 。トリコロールカラーが爽やかな印象、形もまともだし今年は幸先いいんじゃないでしょうか。さあ、何点？おー、68点。おお、これ超高得点じゃない？超高得点だよ。そうだね、まともじゃない。まとも、ただ、うん、ただわざわざは選ばないかな。やっぱりやっぱり売れ残ったなー感はやっぱりあるよね。特に下の横線が、そう、そこ横線じゃん、うん、それのせいで腰の位置ここですよーって強めに強調してて、うん、ちょっと動画長い日本人には合わないね。確かにスタイルが若干悪く見える。そんな感じで今回もやっていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは次、うん、ズッテンズッテン、うん、1着目はまあまあ当たりの部類、その点数が高いって意味の当たりね。だからまあ面白みにやっぱ欠けるね。まともなものであればあるほど面白みに欠ける、まあ、今後に期待しましょう。いつも通りね、あのアマゾンの鳥みたいなやつとかいろんなもの出てくるかもしれないんでね。エントリーナンバー2、ズッテン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 。小花柄が可憐な印象、少し清楚に決めたいんだったらこれで決まり。さあ何点？4点。あー、女子の寝巻き。女子の寝巻き、うん、小学校の時のお泊まり会でこんなん着て寝てる女子いたわ。清楚な感じっていうのは、清楚ってどういう意味か知ってる？結構後ろがやばいことになってますか。そうなの？あ、わかめちゃんスタイル、そのパターンのやつね。すっごいわかめちゃん、ケツが半分プリンって出てる。ちなみにこれワンピース脱げる？え、そうなの？じゃあ脱いでみようか。脱いでみる？毎回脱ぐまではいいけど、脱いだ後まともじゃねえんだよな。おお、おお、おお、60点。あれ、急に上がった。全然切れる。ちょっとおっぱいも大きく見えるしね。あー、なんか9割空洞です。あ、なるほど。次、はい、ズッテンズッテン、うん、エントリーナンバー3、ズッテン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 。他の人と被りたくないならこの一着に決まり。私は水着に石が縫い付けられてるのを初めて見ました。さあ何点？8点。おら、アメリカでしか見ないスポーツドリンクの色。あるよね、こういうやつ。ありますね、この鮮やかな部分ね。いやー、ひどいね。石がね、うわ、縫い付けられてるの。石がいっぱいだね。すごいね、とはならんね。すごくはない。石がなかったらどう？石がなかったら、うん、9点。石がマイナスポイントなんだ。そうだよ、溺れるじゃん。、うん、ただでさえさ、ちゃんまり体軽くて頭から溺れていくのにさ、余計上に重心つけたことによってちゃんまりって気づいたらこうやって足だけ、水面に足だけ出て溺れてるだろこれ絶対。よし、次、はい、ずってんずってん。いいね、調子いいね。最初の1着が点数高すぎたってだけで調子良さそうだよ今年も。エントリーナンバー4、ズッテン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 テン。体験カバーが完璧なこの1着、水着は恥ずかしいっていう方もこれなら安心。さあ何点？5点。5点。ダサい私服。ダサい、ダサい。小学校、うん、中学年の服。こんなの着てました、小学校。だろ。筆箱はどのタイプ？私はデニムでチェーンがついてるやつ。ああ、そういう系ね。はいはいはい。キラキラした星とか書いてある。はい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 。大輔さんは？
俺はね、あのアメリカの女性の裸がいっぱいこうバーって並べられてる短編。どんなよ。忘れてんな中学で。裏見たらプレイボーイってのマークがあったの。ウサギさん。これは水着というかなんというか。NEXT。ずってんずってん。エントリーナンバー5。ずってん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 てん。さっきと比べて一気に大胆な一着、彼の視線を独り占めする蛍光イエロー。さあ何点？2点。低すぎない？毎年余るその蛍光色の布。蛍光色の布毎年余ってそれで水着作るよ。しかも下水玉で。もうやるなら同じ色で全部合わせろや。露出高いから好きかなと思ったけどダメか。露出は高いけど目が痛いのよ。これ日が当たったところで見たら目多分やられるぜ。やばそう。海から帰ってきたら視力 0.2 は落ちてる。ということでここで半分か。そうだね。じゃあここら辺であれ行きますか。あれ行きますか。中もショッピング。はい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 、わっしょいわっしょい。ということで本日も始まりました、わっしょい中もショッピング。はい、本日はどのような商品のご紹介で。はい、本日ご紹介するのはこちら、ビアージュのナイトブラです。俺もつけてみたい。え、私自身バストが小さいのがすごくコンプレックスで、どうせ小さいしって適当な下着ばっかりつけてた時期もあったんです。だけどサイズ関係なく綺麗なバストでいるためにはバストケアはとっても大事。普段胸に合わない下着ばっかりつけていたり、下着をつけないで生活していると胸のお肉があちこちに逃げてしまって、バストの形が崩れたりバストが小さくなってしまうなんてことも。またバストをしっかり支えていないと、バストを支えるクーパー靭帯が伸びてしまって将来バストが垂れてしまう原因になってことも。やばー。そこでおすすめしたいのがこのビアージュのナイトブラ。全方位 3D 構造で脇や背中まで流れたお肉を胸に集めて補正。バスト全体をホールドして仰向きや横向きに寝ている時でも胸が流れないようにしてくれます。またお肉をバストに集めるのでバストがふっくら漏れて見えるのも嬉しいポイントです。ノンワイヤーなのでワイヤー付きのブラが苦手な方にも快適に着用していただけます。さらにノンホック、ノンフリルで使いやすく、一日中つけていても楽ちん。こんなに伸縮性のある生地なんです。その秘密は4つの美胸キープ構造。1、背中キープ構造。背中をギュッとシェイプしてくれます。その2、横流れキープ構造。しっかりとしたゴム編みで脇高設計で脇肉を逃しません。その3、お椀型キープ構造。胸高設計でふっくら美胸をキープします。その4、谷間キープ構造。下からバストを持ち上げて谷間を作ります。この構造のおかげでこんなに楽ちんなのにホールド力はバッチリ。朝起きた時にちゃんとバストがキープされているのも嬉しいんですよね。着用すると上向きのバストに整えてくれるので体のシルエットも綺麗に見えます。綺麗だね。またサイズの幅が広く自分の体型に合ったサイズが選べるのも嬉しいポイントです。わお、たくさんサイズあるね。でしょ。うん、でもお高いんでしょ。こちらの商品なんとセット購入だと最安で2950円。安い。お友達と一緒に買ってもいいですし、もちろん単品の購入も可能です。つけるだけで気軽にできるバストケア、皆さんもぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。いい感じ。はい、これいいね本当に。いやもう普通に愛用してる私これ。おお。さあそれでは後半戦、エントリーナンバー6。ずってん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 てん。全体的にスポーティーな印象の水着、ヘルシーな色気で彼をずっきゅんしちゃうぞ。さあ何点？ごめん1点。あれ一番低いじゃん。何がそんなにダメだったの？私正直まとも枠だと思ってた。いや、これ、中二病になったまま成長した大人が着るタイプの洋服の柄なのよ、これ。わかる？ここ V ネックっぽくなってて、ここにあの、靴紐みたいに紐がこうやって交差されてて、みたいな。わかる？これ脱げるの？あ、脱げますよ。おー、脱いだら点数変わるパターンあるからね。あ、じゃあ脱ぎますね。行ってみよう。チェーチェーン。いや、相変わらずスタイルはいいんだよな、マジで。我が嫁ながら鼻血出るぐらいスタイルいい。うん。13点。聞く結局な。結局。ただのビキニになったのに。そうだね。やっぱ柄だよね、柄ね。柄ね、わざわざその柄絶対選ばないでしょ。GO! あー、ずってん、ずってん。エントリーナンバー7。ずっ
ってんず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 ってんてん。夏といえばハイビスカス、沖縄で着るんだったらもうこれしか着るもんないでしょってぐらいの水着。さあ何点？まあさあ42点。なんとも言えない。なんとも言えない。なんか沖縄のお土産ショップの紙袋、うん、紙袋あ、後ろ、後ろやばいです。あ、後ろね、はい、おぉ、わかめ、スーパーわかめちゃん、すっごい競り上がってんじゃんこれ。一番隠したい部分を一番見せていく製法なんなんそのエグレ。せめて形はまともでしか。ほんとだよ。後ろ姿はだー、最悪だ。どうぞ。あれね、水着福袋あるあるなんだよね。ケツの部分の製法がおかしいっていう。なんだろうね、あれね。エントリーナンバー8。ずってん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 てん。ピンクと小花柄で女の子らしさ満点な一着。胸元のフリルで小胸もカバー。嬉しいポイント。さあ、なて。9点。またそのショッキングピンクかよ。もう毎年、毎回ある。実際さ、こんな蛍光色の水着着てる人見たことなくない？ないよ、ね。誰が買うんだろうね、逆に。いや、これ知りたいよ。逆にコメント欄で、蛍光ピンクの水着持ってまーすって人いたら、教えてほしい。教えてほしい。そうそう。その人には似合ってるかもしれないからね。まあ、似合う人はどっかにいるはず。まあまあ、言うてちゃんまりにも似合ってるんだよ、別に。似合っているんだけど、それ、買わないよね、やっぱりね。次？次。ずってん、ずってん。でもあのさ、フリフリなやつはさ、おっぱいが大きく見えるからいいよね。ちゃんまりってほら、すっごい貧乳じゃん。貧乳って言った？あ、別に言ってるよ。別に言ってんじゃん。だからそういうのをさっき紹介したナイトブラとかでケアしてんの、私はこれでも。あ、なるほどね。まあ、そう言ったら全然大きくならないじゃんってなっちゃう。違うんだよ、いいんだよ、あの商品は。いいんだよ。商品はいいですのでね。逆にあの商品がなかったら、えぐれてるってことになるからね。えぐれてる。背中。もう背中。おっぱいもう背中。こうえぐれて。妻の父、ディスりすぎじゃない？エントリーナンバー9。お、ずってん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 、てん。大人な色味と大胆なカットが素敵な印象。隠れセクシーで彼を認めます。さあ、なぜ30点なんかなんなんそこのヒラヒラの部分。なんか動画長く見えんだけど、タケノコみたい。タケノコ、うん、横からとかめっちゃセクシーじゃん。あ、まあ確かに。あれでしょ、胸があったら横乳あったのに、胸がないから何にも感じねえなーの今一瞬の間だよね。ノーコメントで。どうだった？まあいいんじゃない？激闘になっちゃう。次、次最後だからね。うわ、もう次最後か。ちゃんとしろよ。うん。ずってん、ずってん。いや、やっぱすっげえスタイル悪く見えるよ、それ。なんでだろうね。まあ、唯一褒める点があるとしたら、色がチョコレートっぽくて美味しそうって点ぐらいかな。エントリーナンバー10。ラスト。ずってん、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 てん。ハイルジでできた珍しい水着、レトロな柄と形で気分はモダンガール。さあ、何点？70点。え？意外と嫌いじゃない。マジで？なんだろう、似合ってる。似合ってる。似合ってる。なんかレトロな感じが逆にいいのかな。なんかおしゃれっていう一言で片付けていいような気もする。マジで？恋してない。一回目として、うん、せーの、はい、70点。なんか好き。俺、どう、みんな。どうなの？そうなの？意外と。ちょっとこれ、やばいなと思って鳥に持ってきたんだけど。いやいやいや、意外とそのままプール行けんじゃねえのこれ。マジで？あの人すごいああいうの着こなしてって言われる感じだと思う。背中もざっくり開いてんのかな？こんな感じ。あ、可愛いじゃん。え、マジで？可愛いよ。ケツ綺麗。なんかブランド品って言われても、うん、一周回って、はい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 、ああ、あり得るかもってなるかも。だからこのブランドのシグネチャー柄的なね。そうだね。いい、いい、いい。マジで？え、いいんじゃない？これ着て、プール行こうか、今度。マジで？ありあり。すごい。はーい、パーッと華やかでいいよ。
変な鳥肌だったり絶対バイト思ってるのかとか逆パターンってそんな気持ちになるじゃん。そうだね。これでも分からないよ、コメント欄ではみんなえダサくないって言ってるかもしれないからね。ということで、2024年第2回目の水着福袋でしたが、皆さんは何番の水着が、どっちの意味でもお気に入りでしたでしょうか。はい、どっちの意味でもいいのでコメントで書いてくれると嬉しいです。はい、ということで本日中野ショッピングで紹介したナイトブラ、公式サイトで最安1着2950円税込みで購入できます。しかも送料無料、サイズが合わなかった方のサイズ交換サービスにも対応しております。概要欄に公式サイトを載せてるのでぜひそこからチェック。それでは今日の動画はここまで、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。